なあ、新ハロウィンの配布サバはやっぱエリちゃんじゃない？エリちゃんしか考えられなくないっていう。だってエリちゃんぐらいがさいないやん、配布サーバント。まあ、視点同時がねハロウィンで配布来てたこともあるけど、今めっちゃエリちゃんが元気満々でヒャッフーって感じじゃん。だったらマジでね来てほしいなっていう。エリザベートジャパンが、エリザベートジャパンマジで来てほしい。エリちゃんプレテンダー来たら叫びそう。確かに。だって今のところエリちゃん、エリちゃんフィルターあれだな、かけれんな。あ、プッシュじゃない。ちょっとこの俺が裏でテイレアサーバントをプッシュしている間場をつながないといけないが、まあいいや。エリちゃんが星4、あーそうだ、これレアリティ、これ思うんだよ、レアリティでさフィルターかけさせてほしい。マジで星4とかそういうの決めさせてほしい。マジ困る、やめてほしい。運営お願いします。で今来てるのがこれでしょ、これでしょ、でこれでしょ、これこれでしょ、忘れてないかな。ランサー剣槍、あれなんかクフリンがいる。今のところ来てるのがセイバー、ランサー、キャスター、アルターエゴ2機カッコのエリちゃんじゃんってことを考えたら、どうなんだろうな、バーサーカーぐらいがなんか妥当でいるんかな。来たらちょっと熱いなっていうのはあるけどね。一応クリス、違うわ、1個前の水着がダヴィンチちゃんがルーラーだったんだよな。ダヴィンチちゃんがルーラーだったから、そのこと考えたらエクストラクラス関連では来なさそうな気するよな。やけどアベンジャーありえるんだよな。アベンジャーありえそうじゃない。カーミラはエリちゃんに入りますが、じゃあカーミラもじゃあ一応ポチポチしとくか。カーミラは、ライダーとアサシンにいたはず。あれ、ちょっと待って、そうなったらもしかしてそういうことなのか、気づいてしまったのか。エコーでしょ。これに入れられるカーミラさんかわいそう。まあそれは置いといて、なんかそう、あのハロウィンが来るって言ってたのに来なかったじゃん。だからやらなかったじゃん、どうしてハロウィンやらなかったのって言って、アベンジャーで来てくれるとめちゃくちゃ個人的に嬉しい。でかつ今ね、アベンジャーの配布っていないはずだよね。いたっけ、いなかったはずだから、ルーラーはいるんだけどアベンジャーいないから、ワンチャンなんかアベンジャーかバーサーカーとかでね、なんか来てくれると、なんだろう、絵面としてはめっちゃいいよね。まあここら辺のこと考えると、まあアーチャーがいないからアーチャー来てもいいなって思うけど、アーチャー、バーサーカー、エクストラクラスで、アーチャーなんかちゃうんよな、ちゃう、アーチャーちゃう、アーチャーちゃうわってなったら、バーサーカーかやっぱりアベンジャーでね実装してほしいっていうのがあるから、ちょっとそこ来てほしいよな。いやまあカーミラさんを入れてるからすごい綺麗に分かれてるねってなってるだけで、カーミラさん抜いたら分かれてはないんだけど。あ、配布サバレアプリどうなんだろうね今回。そのもしレアプリもらえるんだったら、5でしょ、5でしょ、10でしょ、15でしょ。だから過去のイベントもしやってた人は今回のイベントでレアプリズムがもしかしたら15個もらえるかもしれない。ただなんかストーリー読むだけでどうなんだろう、その15個もらえるのかっていうのは結構気になるよな。やっぱだってアベンジャー支持多いでしょ。だってハロウィン消えたんだぜ2年間ぐらい。そりゃエリちゃんもブチギレてね、うわーって言ってくる可能性あるよもちろん。
トリコ見た目似てる。いや確かに、確かにね、それはね一瞬思うのよ。そのあのモードにしてないトリコだった場合、この間違いどれって言われた時に一瞬ね、これね分かりにくいな、あれ思った以上になんか馴染むな色合いがっていうのもあるとは思うんだけど、これなんか、これ FGO 知らない人にさ、こん中で仲間外れいるんだけど誰だと思うって聞いてみたら、もしかしたらわからんかもしれんないやマジで色合い似てるな。まあけどトリコなんか普通になんか今後のイベントで活躍しそうだからちょっと楽しみだわ。まあそれは置いといて、レアプリはね基本伝承結晶交換しまくれば OK よ。サイリン素材に関してはなんかあれって言ってなかったっけ、後日違うイベント、後日のイベントって言ってたからあれなんじゃない、2021ハロウィンイベントで配るんじゃないかなってすげえ思う。そうやね、エクストラクラスはアベンジャープリテンダー以外はクラス揃ってるから、ん揃ってる、揃ってるね。ルーラーやった、アベンジャーいない、ムーンキャンサーいるで、プリテンダー、あ、そうだね。あれ、フォーリナー配布いたっけ？あ、いたわ。謎エッチちゃんだわ。まあね、メカエリちゃんだけ色がおかしいっていうのはある。